ちの庭一の宮、おっと宇都宮、北海道の学生は授業をサボろう、サボろう、宮城県に車は何台あるでしょう、仙台、埼玉県に花が咲いている。花が咲いたま。沖縄県の人が笑っている。な、な、な、な。兵庫県に頭蓋骨がある。シャレ神戸。滋賀県には酸素がある。大津、岩手県には森が多い、森岡、茨城県の人が肉を食べている、ミート、愛知県の人はみんなで名古屋、名古屋、山梨県の人が興奮している、興奮、三重県に触ると暑いよ、三重県に触ると暑いよ、あっ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 、石川県で落とし物を拾った、これは金だわ金だわ金だわ金沢、島根県の老人が手に何か持っている、まあ杖、まあ杖、まあ杖、愛媛の人は山を6つ持っている、六つ山、六つ山、六つ山、松山、香川の人は袴を2つ持っている、袴松、袴松、袴松、高松、群馬県は前橋だった、前橋、前橋、前橋、神奈川県は横ハンマーが飛んでくる、横ハンマー、横ハンマー、横ハンマー、みんなで覚えよう、日本の都道府県庁所在地、その他のところは県名と県庁所在地が同じだよ、みんなで覚えよう、日本の都道府県庁所在地。